愛犬家の皆さん、今日は犬の無駄吠えについてお話ししたいと思います。犬の無駄吠えは飼い主さんや近所の人にとってとても困った問題ですよね。犬はなぜ無駄吠えをするのでしょうか。そしてどうやって防止や改善をすることができるのでしょうか。この動画では犬の無駄吠えの原因と対策について詳しくご紹介します。犬の無駄吠えの原因は大きく分けて以下の4つになります。警戒心や不安感から来る吠え、退屈やストレスから来る吠え、気を引きたいから来る吠え、遺伝的な性格や習慣から来る吠え、それぞれの原因に応じて適切な対策を行う必要があります。では具体的にどんな対策があるのでしょうか。以下にいくつかの例を挙げます。警戒心や不安感から来る吠えに対しては犬に安心感を与えることが大切です。例えば外出時には犬用のおもちゃやおやつを与えたり、カーテンを閉めたりして刺激を減らすことができます。また帰宅時には犬を褒めたり抱っこしたりして愛情を示すことも効果的です。退屈やストレスから来る吠えに対しては犬に適度な運動や遊びをさせることが重要です。例えば散歩やドッグランで犬と一緒に走ったり、ボールやフリスビーで遊んだりしてエネルギーを発散させることができます。またチーク玩具やパズルフィーダーなどで犬の頭脳を刺激することもおすすめです。気を引きたいから来る吠えに対しては犬に無視することが効果的です。例えば犬が吠えている時には目を合わせたり話しかけたりしないことが大切です。逆に犬が静かにしている時には褒めたりおやつをあげたりして正しい行動を強化することができます。遺伝的な性格や習慣から来る吠えに対しては犬の特性を理解してあげることが必要です。例えば番犬種や警戒心の強い犬は本能的に吠える傾向があります。その場合は無理に止めようとせずに適度なコントロールをすることができます。また子犬の頃から社会化トレーニングを行って様々な人や物に慣れさせることも大切です。以上が犬の無駄吠えの原因と対策についての説明でした。犬の無駄吠えは一朝一夕には解決できない問題ですが、飼い主さんと犬との信頼関係を築いて根気よく対応していくことが大事です。犬の無駄吠えにお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。